どうも、ヌヌです。ドラゴンクエスト11の続きをやりたいと思います。ワンコがいる。ワンコがついてくる。これは何？何やら不思議な形をした念にヌヌの手の技が反応しているようだ。手をかざしてみますか。カッコンカコッコン清きれべ。おいらは木こり森の恋人かわよちょれよちょれよ。何？昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直した。誰だべや、こんなひどいことするやつは。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでもくらえ、いたずら変身ビーム。よえー。で、犬になっちゃうと。けっけっけ、いたずら大成功。木こりを犬にしてやったぞ。おいら、やっぱり天才かもね。さてと、次はどんないたずらをしようかな。そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ、それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。宝箱の中にいるんだね、あいつ。今の光景は一体なんだ？ヌヌ、お前この光る根っこに何かしたのか？マジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか？やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈しそうにねえぜ。ああ、どのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直する木こりなのかもしれんね。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。OK。多分、そうだよね。そっちの、なんか行き止まりっぽいとこだよね。まずは、木こりのところに何か清める水を置け、漬物やし、同行石か。もう火事やってくださいっていうのばかりの素材が入ってたんだね。レシピないですか？長い年月によって、総長が復活するって。かなり古めだよ。レシピはないと。お、レシピブック。鱗で作ろう。鱗の盾、鱗の鎧。マジか。なんかないかな。鱗は好き。小さな鱗。鱗か。確か鱗は今手に入ったやつの他にも持ってたはずだから。作れるかな。僕も作れるね。待って、どこの盾。ちょっと待って、鎧は？あ、鎧の足らないか。鎧か。鎧だな。鎧を作ろう。この薄めたり落としたりするモンスター近くにいるかな。結構難易度高いなこれ。
詳しく見る。なかなかいい出来の良さの鱗の鎧がないそう。マーシク。ああ、これ以上やっちゃうと緑の範囲抜けちゃうよな。成功か。プラス2。し直して直せないかな。これでいけるだろう。よし、大成功。あとは行書人のじっちゃんはいないんだな、ここ。PMP を回復してから先に進みましょうか。まあ、それ装備もねしとかないとね。はい、行こうか。あのとこに牛がいるけど、ミルクかなんかもらえるかな。この辺りの天気はどうなるか教えるも、この辺りは明日いっぱいずっと晴れが続くも、明後日になれば天気は変わるかも。なんとも不思議な牛だ。別の場所でまた牛を見かけたら話しかけてみよう。そうだね。まあ、動物の方が天気とかの感覚的には強いはずだからね。これだな。もう箱ごと壊してればいいんじゃない？じゃ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 ん。感情、俺はいたずらデビル。うーんって。リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。行くぞ。おいおい、どうした？それで終わりか？もっとびっくりさせてくれよ。なんだと、生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらしてやる。行くぞ。やつらでフィルファーが生まれた。戦闘音楽も変わらないんだね。持ってねえんかい。使えるな。ギラを何気に。ナイスカード。だけはタフなのな。何気にギラーは痛いぞ。
ずらでビルをやっつけた。もう経験値多い多い。なんてこった。オイラの方がぶったまげた。おいおい、旅人さん方。まさか、あんた、あのワンコロか？ワンじゃない、お。オラは木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さん戻れたぞ。いや、ありがとうなんて言葉だけじゃオイラの気が済まねえだよ。何かオイラに手伝えることはねえか？手伝えることか。ああ、あれぜ。あの魔物が壊しちまった橋を早いとこに修理してもらいたいんだ。これならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオイラの子、オラの小屋で休んでいくといいべや。えへ、ありがとうな、おきくりのおっさん。ほんじゃお言葉に甘えるとするか。いやいや、お待たせしてすまんかっただ。壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。愛の何倍も丈夫にしてやったべ。お、仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。あれはよく考えたら命の大事の導きに間違いねえべ。命の大事の導き？大事の導きはオラが子供の頃から今は亡きじいさまからよく聞かされてたんだ。世界の真ん中に浮いてる大きな木、あれは命の大事さえ言うもんだ。この葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われる神木。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡された大地の猫が顔を出したもんだな。そしてあの根は選ばれし者だけに大地の意思を伝える。オラのじいさまはその不思議な奇跡を大樹の導きそう呼んでいたの。あはは、オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのホラ話だと今まで忘れていたぐらいだべ。兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし、羨ましい限りだべ。勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。あ、いや、さっさと行こうぜ、ぬぬ。これで先に進めるわけだ。ちょっと回復だけしていこうかな。下げとこう。おお、さっきのあれか。ブーメランも欲しい。でもブーメランも下がってか、作った時の方が強いか。あ、鱗売ってるじゃない。あ、とりあえず2個。これで装備が作れるな。
じゃなくて道具パテで鱗の小さなあれ小さな鱗あれ今買ったやつは何あれ？どこ買わなかったか。パテを作ります。もう一回叩くと多分。切っちゃうと思うからこれで行こう。プラス2ができた。で打ち直しで。アジャストだとあれか、その肘型みたいなやつが光るんだ。でも今はその微調整できないもんな。はい、成功。さあこれで先に進めるわけだが、作戦の戦歴の討伐モンスターリスト、今いるマップはあと3種類が足りないね。これも探しながら行こうかな。まあそこにいるリムハトだったっけな。明日の朝から雨が降れば。あ、ビッグハットだ。一撃。休め。獣の皮。なさそうな敵とかいるかな。で南の方とか。これ何？びっくりした。
アイテムとか落ちてないかな。お、やあ。アニメドンか。休めねえな。お、どこ、どうの鉱石か。あれも今持ってやがる。全部埋まったね。舐め回された。舐め回されて平気なのかよ。お、レベル10になった。スキルポイント手に入れたけど、あえて取っといてるんだよね。ドラゴン系の敵、メタル切り早めに覚えておいた方がいいような気がして、とりあえず10ポイントか。はい、まだいいやかな。風切りの羽、綺麗な枝、レッドベリー。こっちからもちょっと遠回りになるかもしれないけど、見よう。何かアイテム持ってないかな。なんか落とさないかな。こいつは棒。キメラの翼か。魔法の小瓶、これいいね。
ここに出たのか。スライムがいた。から入って帰れるのかな。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。